こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、これです。じゃん、ライブカートナーシャッガンたくさん。一部ね、ライブカートじゃないものも、あとネタ的なものもありますけど、ショットガンね、特にライブカートでショットガンでエアソフトガンでっていうのをちょっとね集めてみました。なんでショットガンっていうと、バーン、ナーフ系のこいつがちょっと届きましたんで、これボイスキーさんとこから販売されてるスパスですけど、このメタルのストック、スチールだよな、うん、メタルのストックがね、ちゃんとガシャンと展開できる、めちゃくちゃかっこいい。これでもナーフ系ですからね、スポンジ弾系のこいつが届いたんで、これもこんなバカでかいねショートシェル型のカートリッジにスポンジ弾詰め込んでぶっ放すと。ちなみにこれが12ゲージの、なんでほぼリアルサイズですよ。もしかしたらこれ廃墟させられるかもしれないね、これまあこれは多分エアーでスポンジ弾出すんで問題ないと思いますけど、サイズがあの12ゲージサイズっていうので、ね、ちょっと嬉しくなったんで、まず動画にしてみました。今日はねこいつの動画じゃないんで、これまだ組み立ててないし、そのグリスアップしたいところをなんとかしたりもしてないんで、全然使うのは先になるんですけど、これが届いたのが嬉しくてね。これがそのボイスキーさんとこで、ね、取り扱われてますね。9000円ぐらい、スポンジなんだっていうのを抜きにしても9000円でね、リアルサイズでこの金属のストックがついてこれでってなるとね、しかもライブカートでしょ、めちゃくちゃ楽しみだなって、今からウキウキしてる次第だよ。僕はライブカートのショットガンが結構好きなんでね、詳しくないけど好きです。そういう安直な人間ですのでね、僕の場合は。で、こいつが届いたから、ああそういえばショットガンのライブカート系楽しいよなってってことで、ショットガンのライブカート系ちょっと久しぶりに引っ張り出して、まあメンテもあるんでね、メンテついでに引っ張り出してみようかなっていうところになってます。ネタ的なやつからいきますか。これあのクラウンのね、何だったっけ、870CM870、これこれはもうライブカートじゃないですけど、これがね案外よく当たるんだよね、ポンプアクションで。でレールもついててさ、スコープ乗っけてちょっと打ったりもしましたけど、これねライブカートじゃないんで、まあ番外編ネタ的な10金エアソフトガンですけど、これいいんだよね。でここでちょっとホップの調整できてさ、1ミリも動かないけどね、ここでもね、これすごくいいんですよ、ソードオフでね。うん、こいつはまずちょっと紹介しとこうかなと、最近動画に出てなかったんでね。まあでも結局はそのサイズ感がちっちゃいんでね、だいぶリアルサイズじゃないので、ちょっとね物足りないよって人もまあいるかもしれないですけど、ただねここにズバッとレールがついてたりね、うん、使えるんでね、これだいぶいいです。 S2S のやつのがこれになったんだっけ。まあちょっと僕も知らない部分がたくさんありますが、とりあえずはこれです。こいつは番外編です。もう片手でスイスイ振り回せる感じの、これいいですよね。うん、これ手軽で楽しいモデル、とりあえずこいつ紹介しときつつ、でライブカートですよ。ライブカートにもほらいろいろあるじゃないですか。ショットガンなんだけどさ、もうショットガンといえばマルゼンなんだけど、マルゼンの中でもこいつを使うタイプと、そうじゃなくてさ、こういうなんかね、これはね LA870 の方です。 LA870 10金じゃなくて18金の方なんで、ちょっと威力が強いね。この調整式のバットストックがついてて、でマルゼンのさエアソフトガンってこの樹脂がね、ファイバーが練り込まれたような樹脂になっててね、ちょっと好き嫌いが分かれるところですけど、これもねカートリッジは一応ちっちゃいんだけど廃墟式なんだよね。これはもうエアコキなんで、すげえバインをしますねこれねうん、でダブルカラム、変な感じのダブルカラム、前後にこう弾入るみたいな、まあこうやって入れるんですけど、カチャンと打つと、おお、打つとね、これコッキング状態じゃちゃんとあの何て言うんですか、フォアグリップ下がらないようにちゃんとロックされますんでね、まあ解除するスイッチはないですけど、
ね。これなかなかねいいんだよな。ただですけど、これはやっぱりこっちのカート仕様にしてほしい。無理か、サイズ的に無理かしてほしいななんて思ったりもしますけどね。この辺にレールがついてたりしてかっこいいんだけどなみたいな感じでね。カート式じゃない方がよく当たるんだっけ。まあそんな感じで、LA870 ちょっとネタ的なポジションにはなりますけどね。このマガジンとこのカートリッジがね好き嫌いの分かれるところですけど、まあこれも雰囲気が楽しめてとてもいいかなと思うショットガンですね。こんな感じ。いやいいね、このグリップといいね。さてあと何しよう。ちょっと変わったところでいこうか。これ PPS の XM26、まあポンプアクションなんだけど、こうなんていうんですか、こうでっかいボルトがガッチョンガッチョン動くようなイメージの、うん、M16 とかの下にぶら下げるタイプの、うん、まあこれ単体で運用することもあるみたいなんですけど、この辺全部取っ払って M16 とかの下にぶら下げる、ちょっとコンパクトになってるとこをこう伸ばしてね、こう伸ばしてハイダー伸ばすとこんな感じ、うん、でこれはこのでっかいカートリッジをこうやってね、でここハンドルをガチャンと操作して打つと、でバチコーンと、これは楽しいよね。やっぱりライブカートのショットガンってなんでこんな楽しいんだろうねみたいな、うん、うん、これですよ。これも動画にしたな、懐かしいね。ちょっとねこいつがやっぱり蓄圧式のカートでさ微妙に問題があるかもしれないんで、扱ってる動画とかサイト少ないよね。まあ今のところ問題になってないんで僕は所有してますけど、まあまずいってなればあれですけどね、扱ってるチャンネルさんは少ないかなと思いました。流通量も少ないのかな。まあでも僕はねこれとても気に入ってて大切にしてるんですけど、こんな感じの PPS のね XM26 もう懐かしいところです。珍しいよねこういうボックスマガジンで球弾して、でまあセミオートじゃないけどさ、セミオートで打てたらサイガになるんだっけ。うん、サイガもカート式で、まあ丸いはカート式じゃ出さないだろうけど、ああいうのね AK の不景で、ボックスマガジンでセミオートでショットガンでっていうね、うん、まあ丸いだからライブカートはないにしてもね、どっかがライブカートでああいうのを出してくれたら面白いかななんてねちょっと思ったりしますが、まあ出ねえだろうな、うん、まあこれボックスマガジンでショットガンでライブカートでっていうのがちょっとね面白いなと思って大切に気に入ってますんで大切に保管してますけど、まあこういうモデルもあったねというところです。これね、うん、PPS の XM26 ですね。これとても気に入ってます、かっこいいよね。で同じポンプアクションだけどこっちはもう正統派、正統派って言ったらあれだけど、ピストルグリップついててストックついてないからさ、で、バレルも短く切り詰められたタイプの、まあ、マルゼンのね M870 グリップバージョンですよこいつね。ちょっとショート動画出しましたよね、そのなんちゃってクワッドローでやりましたよね。僕そのこうやってホルダーがないんでね、本当はホルダーから4本バチッと抜くとこからねやるんですけど、なんちゃってクワッドロードね、あのショート動画見てくれた人もいるかもしれないけど、ここは練習、こうやって練習すればいいだけで、もう15本も練習すればチャカチャカっと入れられるようになるとは思いますけどね。このモデルもねいいよね。うん、チャンバーがないんだけどここに保持されるんだよね、カートリッジが疑似チャンバーみたいな感じで、あのトリガーブローバックのあのカートリッジのシステムみたいなイメージですよね。こうエレベーターがカートリッジを上げてきてジャコンと、でコーキングすれば当然フォアグリップは引けなくなるんだけど、こいつを押せばね中のシェルを抜くためのこのギミックもねちゃんと再現されてるんで、ここを押せばこう全部排出するまでできるとこんななってます。これがガスなんでね、弾打つときはガスのマガジンここにセットして、
打つんだけど、これもねとても気に入ってますね。ガス入れて打つってことはほとんどないですけど、あの傍らに置いてもショットシェルをガシャガシャやるためだけの存在になってますけどね。まあマルゼンのこのカートを使うんだよっていうところでね、昨今のそのクワッドロードが流行ったっていうところでちょっと僕もやってみてえなと思って今傍らに置いてますけどね、まあ、こうやって持ってシャシャッと2回入れればいいわけです。こんな感じになってますんでね、これもいいよね、素敵なモデルです。じゃあお次はこれやりますか。 S&T のね M1887 か、これリアルウッドのやつだな。これもいいよね。こう今度はレバーアクションですからね。でこうここにエレベーターがあって、エレベーターの下の方ね、ここからこうカートリッジを入れるんですけど、ここね入れていくんですけど、この下のチューブマガジンの方に、これもまたいいよね、味わい深いと言いますか。カートリッジ入れにくいんだよね。うん、これね、よし、慣れが必要ですけど、でレバーを引くとこれですよ。でガチャンとチャンバリ装填、打つ、排出、ジャムるみたいなね、ジャムるんだよねこれね、打つ、排出みたいな、かっこいいね。もうカートがもう遥か彼方にすっ飛んできましたけど、これもいいよね。うん、たまにねヤフオクでね S&T はね B 品を安く売ってくれてた時期があったんですよ。今はどうかわかんないけどね、まあ、S&T っていうか日本の代理店が流してたんだろうと思うんだけど、まあ今もあるかどうかわかんないですけど、僕はこれジャンク品だっていう触れ込みで、手に入れましたけど、別にジャンクじゃなかったんでね。ガス漏れがあったわけでもないし、初速もちゃんと出たし、うん、一回バラしましたよね。バラしてメンテする動画を上げましたけど、これもとても気に入ってますね。やっぱりこれは派手でいいですもんね。これですよね。かっこいいな。うん、はい、こんな感じで僕はこれも大好きです。まああれですよね、ショットガンってでかいじゃないですか。これでさえ、まあ、ストックがなくて短く切り詰められているのでさえでけえなって感じがしますけどね。あ、ここのね、マウントレールはね、なんだろう、海外製のどっかのメーカーのやつ、実銃につくやつだったと思ったけどな、消火口でビスの穴の位置がちょっと違って、なんかこれつける動画上げたと思うけどな。うん、まあちょっとなんなら再生リストでもまとめてみようか。まあそんな感じです。で最後ですよ、僕ちょっと久しぶりにこれ触りたかったんですよ、クワッドロード。まあクワッドロード続きってわけじゃないですけど、これね、今度こっちはポンプアクションじゃなくてセミオートなんでね、こうマガジンを入れて、マガジンにねカートリッジを入れて、で一回ねポッキングして、で打つと。相変わらずいいねこれ。こういうね、モデルですけど、これ久しぶりに作動させたくって、うん、っていうのもありましたね。ガス漏れすんだよねここのストックの中のマガジン、今ちょっと収まってるけど。まあね、これもやっぱりストックがあってでかいんでね、なかなかクワッドロードこれで練習するの大変かもしんないけど、スペースもね。でもね、こう持ってシャキンと入れて、シャキンと入れてみたいなね、全然入ってないけどこれを繰り返し練習すれば上手になりますよっていうところですからね。でこうキングして、あ、今うまく入らなかったね。おおおお、やっぱすげえな、これが一番迫力があるね、やっぱりセミオートですもんね。まあこんな感じのね、そのライブカートなショットガンタッチをちょっと久しぶりに並べて遊びたかったですっていう動画でね、もう何にも出ませんよ。やりたいことは全部やりましたんでね。うん、あとはそれこそこれですよ、このバカでかいボイスキーさんのところのね、こいつをちゃんと動画を撮影して
おーすげーっていうのをやりたいですね。分解の動画まで上げるかどうかは分かんないですけど、まあできるところまでいろいろやってみようかなというところなんで、メガネまでついてくるんでね、まあこいつにピンときたらボイスキーさんのチャンネル概要欄にね、販売サイトなどなど URL 貼ってありますんで、気になったらそっち見てもらえばいいですけど、まあみんな知ってるよね、ショットガン好きやったら。まあこいつの動画はそうそう作りますよっていう感じで、特に何もないんですが、ネタがあるわけでもないんですが、そのライブカートナーショットガンのエアーソフトガンをちょっと並べてね、ザクザクっと作動させてお芝居みたいな感じになってます、はい、ということでね、今日の動画これでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべーし、うつべーし、全然入ってないうつべーし、やっぱりこれが一番面白いな、いった顔に当たりますみたいなです